ちゃくちゃ怒られると思うけど、まあ、実際これめちゃくちゃ強いんですよね。かなり使える、まあ、おもちゃの鉄砲じゃんなんてバカにできないですよね。安倍さんが襲撃された時も別に電動ガン1丁あって近くから あいつやばいなって思ってブルルルって連射で撃ってたら動き止められましたよ、ね、余裕で。あれ顔に撃たれながら人撃てる人なんかまずいないんで、訓練すればいけるかもしれないですけど、もう死にはしないんだという断固とした気持ちで目をカッと開きながら顔を撃たれつつも敵を撃つみたいな訓練したりしてればまあいけるかもしれないけど、訓練してかつちょっと薬も決めつつみたいな、まあまず不可能ですよ。カードでレギュラー満タンで、はい、かしこまりました。すいません、これもお願いします。はい、カードお借りしていいですか、はい、はい、お預かりします。失礼します。ありがとうございました。嫁に、まあ、水色とか黄色が本当は欲しかったんですけど、なんかいいのがなくて、結局、自分でネッククーラーをね、黄色にするって言ってばらしてたら、嫁にね、もう頭おかしいんじゃないのと言われたんですけど、いざ完成したらね、めっちゃかっこいいじゃんって言ってくれましたね。嬉しいですね。松崎しげらないさんが、最近洋楽のラップ、まあ、何が好きみたいなおすすめあるって言ってたんですけど、まあ、ここ最近でめっちゃハマったのが、まあ、古いですけど、まあ、ルーニーズの I got 5 on it がめっちゃハマりましたね。まあ、あとはリリース用デルフとか、まあ、2パックとかもね普通に聴きますよね。基本的に僕好きなのはあれ入れてるんで、あ、なんだっけ、バンプ杉本の、再生リストに僕が好きなのはなんだっけ、マイベストヒットっていう再生リストを作っててそこに入ってるんで、まあ、もし気になったらチェックしてみてください。昔はねエミネムとかすごい好きだったんですけど、最近はね、まあ、あんまりこだわりがないですよね。まあハマったら数日聞いて、まあ、飽きるを繰り返して、必ず歌詞はチェックしますね。必ず見て、まあ、もしくは勉強するか、
まあ、エド・シーランのアンチソーシャルとかね、結構ハマりましたね、ここ最近だと。今回、黄色に塗ったさ、パーツを外に置いといたら、結構本当に虫がさ、たかってんのね。たかってると1匹だけだったけど、あ、虫、本当に黄色って虫引き寄せるんだみたいな。だから、あまり黄色のなんだテントとかって、まあ、虫来るからね、良くないみたいな話聞いたことあって、あ、マジなんだなと思って。それで思い出したのが、俺、黒い服ばっかり着てるから、スズメバチ、なんだろう、昔スズメバチを襲われて、昔って言っても社会人になってからなんですけど、本当にね、黒攻撃するのね、あれ。巣が近くにあったのか知らないですけど、必要に来るの、ずっと。で、うざいなと思って、最初はこうやってかわしてたんですけど、なんだろう、刺し方がさ、こう、ブーン、ガッてきて、ガッてきて、で、またブーン、バンってか、予備動作が遅すぎて、あんな食らうバカいるみたいな思って、こう、最初さ、しかもさ、音もすごいしさ、怖いからガチ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 ってさ、怖いからさ、こんな、わかるやん、あんな真っ黄色で。でさ、こう、グンってくるからさ、こんなさ、振って避けるかさ、で、次もうしつこいの、しかも。しつこいからグーンって引き下がったところ、ジャブですよね。まあ、一瞬にして粉々にしたんですけど、こう、遅いのよ、とにかく。それがね、もうおもんないよね、動物とか虫の。戦闘力の低さ、その無謀、なんかビビってる相手をさ、そうやってズンって刺すのなんてさ、簡単やん。じゃなくてさ、攻防がないっていうか、だからヤンキーと同じだよね。とにかくちゃんと避けたりかわしたり攻撃するっていうのをやらないと戦いにならんから。だから、まあスズメバチなんか怖い怖いと言ってるけど、あんな刺す前にこうあるから、この予備動作が。そこに一歩踏み込んでパンって言ってですよ。一歩踏み込んで。てか、なんなら、もう始まっててもカウンター気味に入るんで、100%勝てるんですよ。で、攻撃が遅いドキューンを、まあ僕、ぶち殺すんですけど、そのパターン、攻撃が遅い人っていつになったら攻撃するのかなってちょっと思って、動画調べてみたんですけど、全く同じような人いましたね。似てる映像ないかなって思ってちょっと探したんですけど、この右の人が、まあおっさんで、まあこの二人をやるんですけど、結構でかいね、この人。まあこれが遅いのか。あ、これ、さ、ちょっと動き見ると酔っ払ってんのかな、ちょっと酔ってんのかなってのもあるけど、すごいね、誰も止まらない。これ今名前言っちゃったじゃん。これ名前言っちゃうの絶対ダメっすね。こういうやつがいるから嫌だ。これからこいつのことをもしかしたら殺してしまうかもしれないのに、名前言ってほしくないですね。こうね、犯罪中に仲間同士で本名を呼び合ったらダメって、もう映画見てれば分かる鉄則なのに、それができないっていうのが嫌だね。だから俺信用できないんだよな。ケーキでしょ？無防備な相手に、ちょっと酔ってんのかな、やっぱり。ケーキでしょ？で、このケーキ。いいケーキが入るね。まあ、動画だとここで終わっちゃうんですけど、まあもしかしたらここに思いっきり顔にね、ズゴーンと何かが入ってたかもしれないよね。だから最初の話、これがね、多分動画だとまあ割と早い段階で手出してるんですけど、やっぱり手出すまでがかなり時間かかってる。この時間、もう2人ですぐやれたんだよね。こんな、スイッチ入るの遅い相手なんて、すぐ終わらせられるんだよね。にもかかわらずやらないっていう。もう、これと全く似たような状態で、ああいうおっさんに、もうすごい剣幕で、まあ、来られて、駅の近くで。
で絡まれたことあるんですけど、最初やっぱもういきなりはやっぱぶっ壊さなかったけど、ちょっと喋らせて何言ってんだこいつって思った段階でもう瞬殺したんですけど、もう一気に震え上がってましたよね、あっちは。なんかやられる前にやんないといけないんで、どんなに体格が良くても思いっきし面にもうガッコンガッコン入れたらもう普通に対応できないんで、だから変にこっちがもう2人ともビビってて手出せないって分かってるから、まあジジイも調子乗って蹴ったりとかし始めちゃったんだけど、その前にもう歯を折るつもりで思いっきしぶん殴るっていう、とにかく殴れと言いたいですね。なぜかヤンキーは殴らないんだよね、みんな。みんなでもないけど、もう9割。だから、気持ちで勝ってる方が、まあ一方的にボコすみたいな感じになる。すごく多い。お互いがお互いに殺すつもりでやり合うっていうのがあまりなくて、大体のやつがこういうパターンで、まあボコしたみたいなことを言うんだよね。だから、めちゃめちゃ弱いんだよね。いざガチ勢と当たった時に、もう瞬殺されて終わっちゃうみたいな。